はい、へんてこケース第2弾ですね。これはですね、サリーというメーカーですね。サリーというメーカーは私もよくは知らないんですけれども、まあ、コンバーチブル、まあリベルソの後なんで、まあ、ちょうどいいんじゃないかと思って持ってきました。コンバーチブルですね。ここがですね、こう上に開きまして、で開くんですね。で開いてこれをひねると、ひねることによって蓋になって、これがカバーになるわけですね。コンバーチブル。でこれはサリーというメーカーの時計を探したらもう一個出てきたんですね。ですからまあこういう会社本当にあったんだと思うんですけれども、どう見てもこの時計自体はユニバーサルのコンバーチブルですよね。もう同じケースですから。で、あって、それで、これ、後でお見せしますけど、ケースの裏蓋に、特許番号入ってます。で、入ってるってことはやっぱり、パテントがどっかで取ってるわけなんで、ユニバーサルも取ってるはずなんで、もしかしたら、この、ケースのパテントっていうのを取った会社があって、まあ、そこがユニバーサルでもダッシーの、このサリーでもダッシーのって、まあ、よくわかんないですけどもね、まあ、非常に珍しいですよね。この、まあ、ユニバーサルのコンバーチブルと同じ機械だと仮定してですね、まあサリーって書いてありますけど、そうと、ジャガールクルトよりも確か2年前に、製造されてますから、が開始されてますから、こっちの方が古いんですよね、ジャガールクルトよりも。まあ、でも非常に、凝った作りで、スチールですけれども、なんかもうステンレスのように綺麗に磨き込まれてありますし、機械もそこそこいいですね、このサリー。もう一個持ってるんですけど、サリーの時計を。でも、それ見てもなんかよくわかんないですね、これは。現存した時計メーカーだと思うんですけれども、ユニバーサルの、もう一つのブランドなのかもしれませんけど、謎です。謎のサリー、コンバーチブル。間違いなくユニバーサルと同じですね。ケースも、機械も同じだと思いますけど。はい、珍しいです。ヘンテコケース第2弾。コンバーチブル。